皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、まだ寄り付きまでは時間があるんですが、この今現時点での、ヤフー掲示板の注目銘柄というかですね、投稿ランキング、上位をちょっと見ていきたいなと思います。1位は、現在アンジェスで、アンジェスは株価4000円ほどではない、8000円、1万円いかないとおかしい。なぜかといえば、去年秋から煮えたぎるマグマがたまりにたまっている。これ噴火したらどうなる、恐ろしい。少なくとも2週間、ストップ高が続くだろうと思う。ブラックロック×黒岩知事丸。株価低迷で毎回出てくる黒岩ネタ、もうお腹いっぱい。アンジェスフリークの皆さん、おはようございます。金曜日です。今日も張り切ってまいりましょうと。もう今週もですね、金曜日になり、株式市場はね、今日やったらまた、土日を挟んで来週になるので、利益確定売りの分も出てくるとは思うんですが、IR 期待みたいなところからすると、週末も持ってですね、土日挟んで月曜日に持ち越したいっていう部分もあるのかなと思います。ワクチン接種が加速している、乗り遅れないでくださいと。アンジェスは、こんな感じです。ちょっと他の銘柄も見ていきたいと思います。で、2位が、新バイオですね。昨日は、大きく下げたんですが、ちょっと、後半戻したので、一応下髭にはなっていますが、一応2日連続、下げですね。1100の横横が長かった時から比べれば、1900の横横なんて余裕でしょう。7月にはオリンピックとともに新バイオは盛り上がる。この会社のホームページは、株主投資家とユーザーである医療関係者を何も当分に扱うという、他社では見たことない強い信念を感じさせてくれますと。新バイオはですね、今ここ上何個か見ただけですが、年末までに6500円と書いてますけど、ちょっとなんかプラスというかですね、なんかいい感じのコメントが多いように、思いますね。3つ目、QDレーザーはですね、この前ツイッターだったりとか、注目銘柄とかですね、そのウルフ村田さんのところとかでも名前が今出てきてるんですが、昨日も高値をつけて上髭で戻しちゃったんですが、一応直近の高値までは、上げてきてるので、勢いがある銘柄なんじゃないかなと思います。で、次が音響ですね。音響はもう会社からの、大逆転 IR をみんな待ってるような状態だと思いますが、週末なので、もしかしたらこう金曜日買っといて、今日のざらば終わりとかですね、何かを期待してですね、今日はちょっと出来高だったり大きな買いが入ったら面白いなと、ちょっと期待を込めてですね、見ていきたいと思います。まだですね、市場は始まってないんですが、昨日為替は大きく上げたので、そんなに今日はすごい地合いが悪いとかはないとは思うんですが、この後始まる、株式市場、金曜日今週最後のですね、市場を見ていきたいと思います。今回は以上になります。また後ほど動画を上げたいと思います。ありがとうございました。